はい、こんにちは。今回はですね、今年この令和4年3月にお送りをする予定の DM 準備作業をねお見せしようと思います。このピンクのはね私が、書いてますね。日常の一コマです。これはスタッフクラブですね。スタッフの3人がそれぞれの日常をね書いてくれてます。なかなか面白いんでね。はい、そしてこれは DM の方ですね、腸のお話ですね。これね、腸は大事ですよってことが書かれています。それからこれはね、蛇行という生薬がねあるんですけどね、蛇行ってどんなものかな、どんな働きをするのかなっていうのがね書かれています。それからこれはね、春はイライラと関係しますよっていうね話が書いてあります。そしてこれはね、眠りとかね、目覚めね、ストレスなんかにね、いいですよっていうね、そういう内容のものが書かれています。そしてこれはですね、創業祭のお知らせをね、同封してます。今年ね、26周年なんですね。うち3月がね創業記念月なんですね。なのでミニバラをプレゼントしますっていうねお話です。ミニバラをねあげられない方にはおせんべいです。はい、これね、スタッフの宮本さんがね今準備作業してくれてます。右の方にねちょっと短冊型の、ものが見えますね。これはね私が書いているお手紙ですね。はい、そしてこうやってね一つ一つ、重ねて準備をしていきます。はい、スタッフクラブと、それからこれは営業時間のお知らせもね入れています。はい、最後に封をして出来上がりですね。私はちょっとだけです。はい、ありがとうございました。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。